どうもカゲヤンです今日はですね、えー、早起きについて僕の考えをね、えー、お話したいかなというふうに思いますで、早起きっていうのはやっぱりあのー、三文の徳とか言いますけどもやっぱりあのー、早起きすることによってね、えー、自分のやらないければいけない作業をね えー、すぐすそのすることができてですねほんで、あのー、作業がはかどりますねで作業がはかどることによって気持ちに余裕が生まれますねで気持ちに余裕が生まれて時間にも余裕ができてですねそのことによって考える時間が増えるんですね。で考える時間が増えることによってですねあのー、そのやる作業のね クオリティがやっぱり上がっていくんですよね。で上がっていくことによってね、あのー、自分のエネルギーを、ねえー、下げることなくね高い状態のまま、えー、行動することができるという状態になると思いますんで、えー、やっぱり早起きっていうのは、えー、こうお勧めできることなんじゃないかなというふうに思います。で朝起きた時は一番自分のエネルギーが一番高い 時なんですよねでその時にいろんな作業をすることによってですねやはりクオリティは上がりますしあの集中力もありますし、あのー、その結局そのことによって結果が変わってくるように、えー、僕は思いますただね僕の場合で言いますと、えー、睡眠時間を削ってまでは早起きはしないようにしています。第一に睡眠のの時間の確保 睡眠の確保はししっかりしますねで睡眠の確保ができた上で早起きができる場合は早起きをするというふうにしております。まず睡眠が第一ですね。で睡眠が取れたら早起きをしていろんな作業をしてね作業とか仕事とかねそういうもんをこなしていくと。 そうすることによって、やはりクオリティは上がりますし、で、クオリティが上がることによって、結果が変わってくるということになるんで、えー、僕としては早起きは、えー、おすすめしたいなというふうに思います。ということでですね、えー、今日は短いんですけども、えー、早起きについて、えー、僕の考えをお話しさせていただきました。ということで、今日の動画は以上となります。ありがとうございます。